皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回もですね、また新たに第五人格の運営さんから新情報がね発表されましたんで、ちょっとこちらテストサーバーをね触りながらいろいろ喋っていこうかなと思います。ちょっと重たいな、いきなり重い、治ったかな、 OK 大丈夫だ。テストサーバーね結構こういう風に重たくなっちゃうんですよね。でですね、まあ、今回どの情報が発表されたかと言いますと、僕が昨日上げた動画、第五人格の新コラボゼロ赤い蝶についてのですね、新しい新情報だったんですね。まあこれね、昨日上げた動画まだ見てない方はよかったら見てみてください。でですね、昨日の時点では1キャラクター、まあ、芸者とのコラボ衣装が発表されていたんですね。でそこでですね、僕は完全にね油断をしていました。あ、今回のこのゼロ赤い蝶のコラボはこの芸者だけなんだと思っていたんですが、そうではなかったんですね。なんとね、本日第五人格の運営さんからもう1キャラクターのコラボの、発表がね、されました。でまあ、こちらの画像を見てほしいんですが、もうこれが一番最初に発表された画像で、この中に、まあね、キャラクターのコラボキャラクターの、匂わせが、ね、あるんですけど、まあ、奥にいるのが、前回の芸者なんですが、今回はこの手前にあるカメラですね、これ遮影機っていうらしいんですが、なんとねこれがね、もう1キャラクターの匂わせだったみたいなんですよ。でですね、まあ、そのキャラクターが誰かと言いますと、まあ、こちら、第五人格の超大人気キャラクター、僕が今使っているキャラクター、超光子ですね。超光子とのコラボになります。で、そちらの画像がこんな感じです。はい、ドン。はい、こちらがね、もう一キャラクター、追加で、発表されました。この超光子とのコラボキャラクター、天倉美桜というね、こちら、ゼロ赤い蝶の、まあ、ゲームのね、キャラクターとなっております。いやー、びっくりしましたね。めちゃくちゃ可愛いですね、本当に。もうこのゼロ赤い蝶はですね、もうツイッターのコメント欄でもそうですし、まあ、僕の前回のコメント欄でもそうですし、本当にもう好きな人が多くてね、もうめちゃくちゃ面白いゲームみたいなんですよ。だからね、ちょっと僕もね、すごいやりたいなっていう気持ちに、ね、なりましたね。でですね、まあ、こちら、運営さん、第五人格の運営さんが発表した時のツイートなんですが、まあ、こんな感じになっていまして、まあ、このね、キャラクターの説明とともに、まあ、最後の文ですね、遮影機が映し出す水上村の秘密とはというように、まあ、先ほどね、画像に出た遮影機についてしっかりと触れてますので、まあ、おそらくこのキャラクターに対しての、ものだったのかと思います。でですね、まあ、僕のこれ完全に予想なんですけれども、まあ、超光子のこの香水ね、まあ、あると思うんですが、まあ、この香水があのさっきのカメラの形になるんじゃないかなっていうには思ったりしてるんですよ。まあ、本当にもう予想でしかないですよ。だからそうなったらまたいいですよね。うん。いや、本当にね、これ楽しみですね。まあ、でですね、まあ、このコラボの実装日なんですが、前回の動画でもね、言ったんですが、まあ、僕の予想では12月頃だというふうに思っております。まあ、どんどんその次のね、月とかもコラボが立て続けに決まってますんで、まあ、本当12月で硬いんじゃないかなと思いますね。うん。いや、でもどうなんだろうね、これ。さらにまた新しいキャラとかが発表されるんですかね。いやー、どうなんだ。さすがにでも2キャラクターかな。結構ね、第五人格って過去の傾向からして、まあ、このガチャじゃない場合のコラボの時って2キャラクターの、場合が多いんですよね、すごくね。まあ、過去にあった B ダックコラボとかも2キャラクターだったし、まあ、そういうパターンが多いんで、まあ、今回も2キャラクターだとは思うんですけど、まあ、追加できたらね、面白いですよね。うん。で、そしてね、まあ、気になるこの衣装のレアリティなんですが、まあ、現時点では発表はされておりません。まあ、ただ2キャラクター出るということはですよ、まあ、どっちも SSR っていうのはあんま考えづらいのかなというふうに思います。まあ、どちらかが UR、そしてどちらかが SSR という流れが、まあ、今までの傾向通りに行くんだったら、まあ、そういう感じになるのかなとは思うんですが、まあ、そこはね、ちょっとね、続報次第ですので、まあ、ちょっと楽しみにね、続報を待っていただけたらなというふうに思います。いやー、本当にね、楽しみですね。早くなんか動く映像とか見たいね。うん。いや、めっちゃ楽しみだな。結構このコラボ、ホラー系の作品とね、コラボするのすごい久々じゃないですか。もうね、すっごい昔にね、伊藤潤二コラボっていうね、めちゃくちゃ怖いね、ホラー作品とのコラボがあったんですが、もうそれがあったのが確か4年前とかなんですよ。そう、もう第五人格の、1年目、もう一番最初の年の一番初めてのコラボだったんでね、確かね、伊藤潤二コラボは。いや、だからね、ほんとこのホラー作品、ガチガチのホラー作品とのコラボっていうのはね、マジでなんかいいですよね。もうテンションが上がりますよね。そう、第五人格で、そう、結局やっぱホラーゲームですからね。そう、うん、あんまりホラーゲームって思わないでやってる人もすごい多いと思いますけど、まあね、そう、ホラーゲームですから、ホラーゲームだよね、第五人格はね。まあ、どうなんだろう、まあどんな人でもやりやすいようにホラーゲームを結構ね、まあ可愛くしたりしてるところはありますけれども、うん、まあそこがね、第五人格の良さでもあったりするからね。まあ女性もすごくやりやすかったりするところですから、
やー本当にね楽しみでしょうがないね。うん、さあじゃあちょっとここね急遽に行きましょう。さあいい感じです。さあ調光師これ皆さんあの分かりましたか。これ香水のクールタイム1秒減ってるんですけど分かりましたかね。そう僕ね使ってる身としてはかなりね使いやすくなってました。まあ1秒ってね1秒だけだろうって思うと思うんだけどね意外とこの1秒が大きいんだよね。そうさあいいですね通電してという感じです。まあ、またねこの、ゼロ赤いチョークのコラボ情報についてまた新情報が出次第ねまた僕のチャンネルで、紹介していきますんで、まあ、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただけたら嬉しいです。さあということでちょっとサバイバー、これね通電しましたんであとはこのかわいいなバッツマン、いやいやかわいいねかわいいね、はい、じゃあ一緒にね、ゲート行こうかバッツマン。よーしおおここも新しいポジションできてるね。中央いいね遊園地いやーいいなー僕ほんとねまだこのあのマップのね新しいポジション全部見れてなくて早くね見たいんですよ。結構まだキャラの方がねあの優先的にちょっと使っちゃっててねまだ見れてないんですよね。さあということでこれいけるかなーとマジかよ瞬間移動してた。うわ全然気づかなかった。ちょっと音が違ったから全然うわーこれはきつい。わーバッツマンもこれはさすがに無理かなー。さすがにこれはきついっぽい。くぅ、頑張れ、バツマン頑張れ。いや、さすがに無理。さすがに無理でか、うん、そうだよな、多分無理だよな。うく、頑張れ、バツならやれる。君ならできる。うっ、なるほど。でもそれだと加速で、さ、そのボールさえ当てれば、おー、ナイス。いやー、いいですね。素晴らしい。はい、ということで、ちょっとね、2試合目やっていこうと思います。2試合目はね、先ほどちょっとチラッとあの話題に出たね、伊藤純次コラボの衣装をちょっと使っていこうと思います。そう僕ね、あの伊藤純次さんコラボの時もね、やってて、第5人格やってたんですけど、そう、1個だけね、衣装買ってなかったんですよ。そう、夢の魔女かな夢の魔女のね、UR 衣装だけ買い損ねちゃったんですけど、まあ、それ以外はね、持ってるんですよ。さあ、ここをちょっと解読してる人に、奇襲をかけていこう。さあ、決まるか完璧待って庭師かー。まぁ、あ、ちょっとこれ存在変わろうか。いやー、庭師じゃなかったらなー。もうこれ一発確定だったんだけどなー。いやー、庭師強いね、奇襲売りね。よし、オッケー一発で存在感止まった。いや、めちゃくちゃかっこいいよね、これね、ほんと。すごくない？クオリティ高すぎません？あれ、どこ行った？やべ、顔見てたら見失った。あ、いた。第五人格も、初めての年のコラボでこのクオリティですからね。いや本当にね、第5人格って昔からすごいよな、クオリティが。楽しみ。とりあえず傘だけ出して、はい、飛んだね。OK、じゃあ飛ぼう。OK、さあ、ちょっと間に合わなかったが、まあ、これ、ため攻撃で届くでしょ。ため攻撃は、いや、ちょっとさすがに、ちょっと期待しすぎたわ、射程に。さすがに。まあ、これはね、待つだけなんで、全然、5秒。くらいかな。待つだけなんで別に。はい、僕なんなら乗り越えちゃいます。よいしょ。はい、乗り越えちゃって。あ、ミスった。あ、これミスったか。あ、ミスったっぽいな。あそこで壁されるのすっごい嫌だな。あ、すっごい嫌だ。あ、すっごい嫌だ、それ。あー、ちょっとミスったな。あー、これは、いけるやろ。これいけるやろ。よいしょ。ギリ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 。危ねえ。なかなかね、いい連携されちゃうところでした。いやこれね、白の時もいいよね、ほんと。かっこいい。いや、こういう感じの多分雰囲気なんでしょうね、おそらく今回のこの白赤いチョートのコラボね。ああ、ほんと楽しみ。さあ、ここに釣っていこう。携帯品もね、出るといいよね。効果的なやつね。これもね、やっぱさっきも言ったように写真なんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。さあ、救助来てるね。え？マジか。嘘でしょ？そんな、裏から来てたの。わー、しかも読み分けてしまった。やるなー。あー、でもそこでバリア使ってくれるのありがたいね。いや、ありがたい。いやー、びっくりした。いや、まさか裏から救助来てるとは。いやー、ちょっとびっくりしたね。よし。まあ、でも粘着キャラいないからね。全然。もう無情はほんと存在感さえ溜まってしまえばもう最強ですから。よし。こっから瞬間移動なくともね、すぐ行けちゃうから、もう次の場所まで。はい、香水。なるほど。まあ、ここは速トンネルでいいでしょ。よし。オッケー。ほんとこの速トンネルマジで強いよね。最近の大会でもほんとこの速トンネルね、やる人めちゃくちゃ見ますけど、どれぐらいね、やっぱ強いですか？上がっちゃったか。なるほど。どっちか。まあ、行きますか。遠いですけどね。遠いって言ってもね、無情なら、一瞬ですよ。はい、さあ行きます。ちょっと距離届かないか。
あ、ちょっと行き過ぎたな。はい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 、お振り子さん、そこ。よしよし。今僕がこれやってるのはね、テストサーバーじゃないですからね。さっきのは、昨日はテストサーバーだったんですけど、今回はテストサーバーじゃないですからね。さあ、これは、あ、これいっぱい入る。よし。ただ、フライフェルだけ警戒。フライフェルと、あ、なんだ？うわー、グリッサード強い、それ。にゃ、読み分けるな、とこと。やりますね。踊り子のそれマジでいいよね、ほんと。まあちょっとまあ冷静にここは、行きましょう。全然焦るとこじゃないんでね、まだね。さあ、ここは、なんなら奇襲かけてもいい。さあ、ここ、奇襲かけてこう。ちょっと行き過ぎた。ちょっと行き過ぎたけど、ここ、いた。いた、倒せないよ、ここ。ゴッ！ OK！ いいねー。無情はね、ここの攻撃の振りがね、この振りがね、もうめちゃくちゃ強いですから。よしよし。で、ここは、あ、踊り子今、解読してないから、ここ感謝の強みが出てる。だから、ここはもう普通に、いいな、ホストまでいいな。で、こう、スキル使って板倒せないようにしてから、はい！オッケー！完璧！素晴らしい。いや、パーフェクトじゃない今の倒し方。いや、いいよ、いいよ、いいよ、残り1台。残り1台守りきるぞ。よし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 。ただ、ここがね、進んでるんだよな。今回ちょっとね、右を、グラミックカード持ってきてないんでね、ちょっとそこが、きついところかな。残り1台、1台だけちょっと遠いところにあるんだよな。あれが嫌だね。でも早めに救助来てくれてる。オッケーオッケー、早めに救助。あかっ、まだ。まだ積んでない。お、全然積んでないよ。いけるいけるいける。これだったらいけるわ。さあ、ここも、板倒せない。おいしょー。さっき一発持ち。あと、超高士がかなり強気に来てくれてる。これ一発入るんじゃないか。コース1個使わせるだけでもいい。オッケー、1個使わせよ。オッケー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 。1個使わせて。で、あっち側に、倒れてるのを確認してるんで、もう今のうちに香水使えないうちにちょっと強気に行こう。さあ、ここスケール使って。さあ、どこだ、香水間に合うか。振らない。強気だなぁ。振らないか、今の。ワンチャンがね、クールタイムが間に合ってないだけ説もあるんですけどね。あ、ここは、ま、進行だな。全体から行こう。もう全体から行きますわ。ここは痛ないよ。痛ないよ。クリスタードがあるから。ここ、くるくるーっと。オッケー、見つけてる。でかい。オッケー、よーし。よし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 。いいねー。全体負荷バチコリ決まってます。あ、強い強い強い。この無調の暗号機守り強い。よし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 。さあ、ここも感謝を置いて。いやー、楽しいなー。マジで楽しいな、この守り。いいですよ。さあ、どうする、ドライバーどうする、一回立て直し。でもこっち方面、救護、これ救助狩り、救助狩り行こう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 。あ、香水使ってくれても、ラッキーラッキー、それ戻れないよ、戻れるっけ、あ、戻れるっけ。いや、戻れるわな、戻れるな、あの、アイテムは使えるんだよね、確かね。いや、戻れないかもしれん。まあ、とりあえずターン取れた、オッケー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 。で、放置、超高士放置でオッケー。超高士は立ち上がるの遅いですからね。で、ここを一発入れたい、オッケー、強い、射程長い。よしよしよし。で、ここは、揺れてたらそっちの方揺れてるな。行こう。確かもう次、黒。で、黒よ。オッケー、えっ、のー、強い。無情強い。最強だな、ここの、マジで、この分野においては。さあ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 、どうしましょうかね。回復されたくないな。できれば釣っちゃいたいよね。そう、踊り子もね、一応。遅延は、感謝で遅延かけてますんで、ここ釣っちゃって釣り釣り稼いでって、まあ、なんなら通電されてもね、大丈夫。引き止めでついてるから。全然通電後もなんなら、いけるからね。とりあえず傘だけ出しとくか。とりあえず傘だけ出しといて、まあ、起き上がったら行くみたいな感じで。で、圧かけて、こっち圧かけて。オッケー！もういっちゃう、もういっちゃう、もういっちゃう。さあ、これで板倒せない！はい！いや、惜しい！ただここは、はい！よいしょー、オッケー、トリプルダウン。いや、楽しい。オッケー、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。